ブンちゃんの元気リポート。皆さんこんばんは、ブンちゃんこと天海俊人です。こんばんは、佐々木千明です。さあブンちゃん、はい、もう6月も後半ですね。後半ですね。はい、はい、まあ、7月間近ということで、高校野球がついに夏の大会がですね、始まりますね。そうだね。はい。キラッとした笑顔になってしまったんですけど、この時期ちょうどですね、予選がちょうど始まるくらいですかね。はい。はい、なんですが、うん、毎年ほぼ毎年私地方大会にも足を運んでいまして、はい、各地にはちょっと行けないので、うん、自分の地元の宮城によく行くんですけれども、はい、母校の応援を目的に最初はもちろん行っていたんですが、うん、母校も、ね、結構いいところまで行くんです。なかなかこう、はい、上位まではね、なかなか難しい道のりでして、はい、今も応援はしているんですが、はい、結構地方大会でも私の中で印象に残ってる大会があってですね、うん、2015年なんですけど、はい、今から3年前ですか、はい、仙台育英と古川工業という、うん、国学校の対決、こちらが、決勝戦を初めて、はい、地方大会の決勝戦というのを見させていただいて、うん、でこの年の、夏の大会なんですが、はい、私夏の甲子園にも決勝戦必ず見に行ってるんですけど、はい、甲子園球場に行かせていただいて、うん、東海大相模、神奈川県のね、うん、仙台育英、はい、そうなんです、仙台育英、うん、決勝戦、うん、当たりましてですね、うん、応援しまして、私現地で非常に応援しました。で、ね、残念ながら仙台育英は準優勝となってしまったんですけども、なんかそうなんです、この2015年っていうのはすごく私の中で神がかっていまして、実際いろんな、毎年地方大会行ってるんですけど、決勝戦に当たることが結構少ないですよね。東北勢頑張ってほしいよね。そうなんです。そう思うでしょ。もうあと一歩なんでね。はい、ちょっとね、ついつい熱が入っちゃったんですけど、ね、はい、島県だと聖光学院、ね、そうですね、楽しみですね。毎年行ってるんだけどね、もう優勝してくれないかな、ね、楽しみに今年の夏も見守りたいと思います。ありがとうございます。はい、ではこの番組はですね、はい、元気自由人ブンちゃんこと天海俊人さんがラジオを聞きの皆様にいろんな情報を通じて、いろいろな面で元気になっていただこうという、他には全くないそれこそ自由な切り口や観点で進めていく番組です。はい、そしてこのブンちゃんの元気リポートで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在埼玉県に本部がございますリゾンという不動産メーカーさんの CM に出演させていただいております。その他にもいろいろなドラマや映画などにも出演させていただいております。そして、先月よりこちら市川うらら FM さんで毎月第2第4土曜日14時30分から言霊アラカルトという言葉の大切さに注目した新番組でレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、では文ちゃんとは具体的にどういった方なのかということも皆さん、リスナーの皆さんご存知かと思いますが、私から簡単にご紹介させていただきたいと思います。文ちゃんは福島県のご出身、高校まで福島でお過ごしになられ、大学進学を機に上京、サラリーマンなどのお仕事を経た後、東日本大震災を体験され、50歳を迎えられ人生をリセットということで、以来ファスティングや健康に注目され、最近は北欧、鳥取、アメリカ、シアトル、シリコンバレーに旅をされたり、各メーカーの工場見学、そして今ふるさとの福島県田村市で伝統的な古民家のご実家再生プロジェクトを始めようとされている、まさに文字通り元気自由人な方です。はい、さあこんな2人で今回も楽しく皆さんに少しでも元気を分けできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは最初のコーナーは桑田ノート。このコーナーは文ちゃんがサザンオールスターズの桑田佳祐さんの大ファンということで、桑田さんの楽曲の魅力について熱く語っていただくというコーナーです。今回は桑田さんのマイリトルホームタウンについて語っていただきたいと思います。リスナーの皆さん、このコーナータイトルにもありますように筆記用具とノートご用意ください。それではまず私の方から今回の楽曲マイリトルホームタウンについて簡単にご説明させていただきたいと思います。はい、マイリトルホームタウンは1987年の本格ソロデビューからちょうど20周年を迎えた2007年に発売された10枚目のソロシングル、風の歌を聴かせてのカップリング曲で、ご自身が出演された映画
茅ヶ崎物語マイリトルホームタウンの主題歌ともなっています。この楽曲は桑田さんが少年時代に過ごした茅ヶ崎での思い出を綴ったナンバーで、茅ヶ崎で夏に行われる浜売り祭というお祭りの茅ヶ崎ジンクの掛け声の音源が使用されているんだそうです。うん、なんと ね、はい、あと歌詞に登場する千山とはですよね、千山とは、茅ヶ崎県と茅ヶ崎駅と、茅ヶ崎公園野球場の間にあったレコード店、2011年の6月に閉店してしまったんですが、こちらの実際の店名で茅ヶ崎在住時代の桑田さんご本人も利用されていたということです。はい、文ちゃん、今回はなぜこの曲を選ばれたんですか？まあ、ホームタウンって言えばね、甲子園とかのね、球場もあるじゃないですか。はい、まあ、例えば今年はほら大谷君が大活躍ね、アメリカでして、はい、でその文ちゃんなんかも、まあ、今年福島なんか行ったり来たりして、はい、まあ、福島も文ちゃんのホームタウンだし、東京もホームタウンにしたいなみたいなのがあって、はい、まあ、ホームタウンっていうねキーワードいいなと思って。おやっぱ帰る場所があるみたいな、あ、大事ですね、確かにね、大事でしょやっぱりね。でそういうマッチしてる歌がこれかなとか思って、でそれで選曲してみたんだよね。でも東北出身の大谷君頑張ってほしいよね。話はなんかそうですね、ちょっとだいぶずれちゃいましたけど、でも頑張ってほしいなって私も本当に思っていますね。そういうホームタウン、うん、野球とね、あの桑田さんのそういう茅ヶ崎、それぞれのその地域の、はい、ね、ふるさとみたいなのも含めてホームタウンっていう名前がすごくいいなと思ってそれで選曲したんですよね。ありがとうございます、はい、改めまして、現在放送中の文ちゃんの元気リポート、担当は文ちゃんと佐々木千明です。さて今回はゲストとして川砂義久さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではまずは川砂義久さんについて私から簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、川砂義久さんは1971年千葉県のお生まれで、高校卒業後お兄様の影響を受け建築会社へ就職され、現場作業から始められましたが、現場作業をしながらも仕事を受注できることから営業職へ配属されました。ただプライベートでは婚活パーティーへ参加して8連敗を経験そして身内のご不幸等の折り、改めて本気で人生設計を構築され、明確な目標を立てることでご結婚もなさいます。でその後2011年の東日本大震災の際、いつ死ぬかわからないのならもう自分の好きなことに費やしたい、人の役に立ちたいと強く思われ、会社を退社され、目標の一つであった建築会社を創業されました。そして2015年から婚活に悩む人のために何かできないかと思っていた時に、結婚の学校の考え方に強く共感され、現在ご自身も婚活教育コーチとして独身男性限定のセミナーを千葉を中心に開催されていらっしゃいます。そんなとてもお忙しい川砂さん、お越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。します。はい、いやもうね、現在こう建築会社を経営されながらですね、そうですね、はい、婚活教育コーチも両立されてるということなんですけど、婚活何に興味あるんでしょ千秋ちゃん。いやもうもちろん私はねまだ独り身なんですごく気になるところではあるんですが。そうだよね、結婚してから王子だもんね、順番で言うとね。そうですね、そうなんですね。実際まあそういうことですよね、建築会社をやりながらっていうことですね。そういうことなのかなまあ始めた、まあ、きっかけっていうのは、はい、まあ、家作りをしてると、はい、やっぱりどうしてもこう打ち合わせしてこうお父さんを、まあ、お父さんとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか打ち合わせを顔合わせしてるとですね、やっぱりうちの娘に何かいい人いないかとか紹介してほしいとか、そういう相談を受けることが多かったんですね。でなんかこうためになることないかなっていうことで悶々としてる中でですね、はい、その時に、まあ、婚活のコーチの出会いがあってですね、まあ、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じでですね、それがスタートのきっかけですね、はい、はい、そうなんですね、うん、なんか意外なところからこうきっかけって何がきっかけになるかわからないなというふうに感じたんですが、でこれ全くちょっと私が勉強不足でわからないことがたくさんもちろんあるんですけれども、はい、そもそもこの結婚の学校っていうのは
どういうところなんですか。そうですよね、はい、ちょっとなんか分かりづらいですよね。結婚の学校っていうのは、まあまあ、一般社団法人、うん、日本婚活教育公会が運営している、はい、まあ、結婚の学校っていうですね、まあ、自分磨きの、まあ、恋愛スクールといいますか、コミュニケーション能力を高めるようなそういう学校になってますね。はい、なんかこうね、どういうことを勉強されるのかな。結婚相談所とかそういうところとはまたちょっと違うんでしょ。じゃあないんですよね。相談所とか婚活パーティーとか、ね、マッチングするとか、そういうことではなくですね、どっちかっていうとこう内面の魅力を引き上げるような、男と、ね、こう女性をこう磨き上げるまでのプロセスを学ぶっていうところですね。さんは男性の方対象なんでしたかね。そうですね、あの男性は男性、女性は女性を教えるっていう感じですかね。あ、そのコーチがね、はい、そうですね、はい、まあ、その授業っていうよりもなんかこう講義みたいなの皆さん聞かれたりとかするんですかね、はい、そうですね、授業というよりは、はい、まあ、授業っていう言い方の方がいいんですかね、こう講座、講座ですよね、はい、まあ、6ヶ月間の、まあ、プログラムになってまして、まあ、月1回、まあ、講座があってですね、はい、まあ、宿題とかですね、実践の課題もあるんですね。実践課題、ナンパしてこいとかそういうことじゃない。それに近いものありますね。近い感じですね。面白そうだね。面白そうですね。実践課題、そしてやっぱりこう学びを繰り返して自信をつけて、はいはい、まあ、仲間たちがいるっていうことが一番ね、こう、まあ、一人ぼっちでやってる。ああ、なるほど、仲間がいる、ちょっと続かなくなってしまうので、次の教室までね、LINE のアドレス3人交換してこいとかよくわかんないけど、そういうの楽しそうだね、なんかね、宿題宿題みたいな。でもやらなきゃって思ったらちょっとね、日常生活いや、やらなきゃと思った方が、ね、変わってきますよね、やっぱりね、変わるね、変わる変わる、ね、意識からまた変わってきますもんね。そうですね、まあ、実際その結婚の学校にいらっしゃる方っていうのはどんな方が多いですか。はい、独身でしょう。まあ、独身ももちろんそうなんですけど、うん、例えばこうなんかお話するのが苦手とか、そうです、いろいろなこう、ね、悩みがあった上でという方が多いかなと思う。年齢でいうといくつぐらいの方、やっぱ28歳9歳ぐらいの方から40代までの方がやっぱり多いですね。50代はやっぱりいないんでしょ。やっぱりゼロではないですけども、こう少ないですね、はい、そうなんですね、そこで川園さんは婚活教育コーチとして、はい、具体的にどういったことをコーチングしてらっしゃるんでしょうか。やっぱりこう、まあ、結婚、つまりその対象は異性ということになるので、やっぱりこうコミュニケーションを学ぶ、その内面の魅力をやっぱりこう自分自らが気づいて、はい、自らがこう行動して、はい、そういう、まあ、なんていうんですか、そのプロセスをですね、背中をプッシュするような、そういう役割なんですね、はい、まあ、その外見、まあ、イケメンの、ね、人が好きだとか、はい、まあ、ね、美人の人、可愛い子が好きなっていうね、外見ではないっていうことを気づいていただきたいんですよね。あ、うん、なるほどなるほど、はい、なるほどね、まあね、なかなかこうやっぱりこう内面って人に言われて初めて気づくことって多いですよね。一緒に生活してみないと分かんないこともあるからね、そう、まあ、経験上っていうかね、文ちゃんなんかもう結婚25年ぐらい経ってるとね、難しいですね。捨てられたら勉強しようかななるほど、前向きでいいかなと思いました。川島さん知ってるとね、いやみたいな、条件満たしましたみたいな、まあ、実際その川島さん自身はお考えだと思うんですけど、結婚とか婚活ってこう、まあ、誰かがこう教えて育んでいくっていう感じの感覚でいらっしゃる感じですか。そうですね、まあ、本当はね、はい、こう普通に結婚できる、それが一番望ましいですよ ね、 そうですね。ただ今これこう現代社会のね、こう実はこう現実的なこう問題がありましてですね、はい、昔はその結婚っていうとやっぱりお見合いだったりとかね、はい、その親戚の人が、はい、あの話してくれたりとかありましたよね、そういうのね、昔は。そうですね、会社の上司がとかですね。ただ今はそれがないんですね。今はこうスマホで探したりとか、はい、出会いの場を探したりとか、
情報がねいっぱいありすぎちゃってですね、まあ、逆にね、情報がたくさんあるから、で自分自ら行動しないとですね、やっぱりこう成果が出ないっていうそういう時代になってるんですね。そんな中でやっぱり行動できない人が結婚適齢期なんだけど、適齢期なんだけどなんかぼーっとして過ぎちゃってるっていうのが、正しい情報がどれかって分かんなくて過ぎてるっていうのが現状なんですね。ですからそんな方はやっぱりこう自分の向き合う時間もないですし、やっぱりこう分からないところがあるんですよね。うまくいかない自分、それすらも分からないと。だからそんな人のにとってはですね、やっぱりこう悩みは深刻なので、やっぱりこう専門家にこう頼るっていうところはやっぱり必要かなっていう部分ね、ありますね。なるほど、そうですよね。いろんな情報がねこうたくさんありすぎますもんね、確かにその通りだと感じました。では次はですねプライベートの質問に少し移らせていただきたいと思うんですが、ご趣味が手作りワインということなんですが、これはちょっとお家でブドウとかを栽培されてるんですか？そうですね、実家で父がですね、趣味の延長でブドウを作り始めたら、まあ、なんかいっぱい有り余っちゃってですね、何年前ぐらいですか始まったのは？もう 10年は経ってるんじゃないですかね。30年経って、で自分家だけでは当然ね食べきれないんでね、まあ、人にあげたりとかお客様にあげたりとかしていい、ね、その延長で、まあ、自分でじゃあワインを作ってみようかっていう感じですかね。本格的なワイナリーなんですか？いや違います、もう完全趣味ですね。ジューサーにこう、そういうレベルの。そうです、楽しそうですね、いいですね、なんかね、味はちょっとだけ酸っぱいですけどね。いいじゃないですか、趣味でやってらっしゃるんでしょ。赤ワインです、そうです、赤でね、そうなんですね、なんかいいですね、そういう趣味っていうのもまたね。ぜひ差し入れします、ね、あ、嬉しいです声が大きくなっちゃったありがとうございます、そしてですね、時間がある時にはこの古民家巡りもされてるということなんですが、これはどういうきっかけで始められたんですか？古民家は、私の、実家がやっぱり築100年で古民家なんですね、はい、でやっぱり育った環境が古民家で育ってるもんですから、その延長で、自然にこう安心するっていうか、好きっていう部分はあってですね、その延長で、千葉県古民家再生協会っていうところにもですね所属しておりまして、そういう協会があるんですか？そうなんですよ、そこで、古き良き時代のいい建物は、保存しましょうというそういうね活動もなんかしたりとかですね、古民家カフェも好きですし、市川だと有名なとこありますよね。あるんですか？各地に、有名なとこありますけどね、そういうとこ見て歩くのが好きですね。なるほど、そうなんですね、実際こうプライベートもお仕事もそうだと思うんですが、すごくこう何ですかね、もともとあったものをさらに良くしていこうっていうのが多分お好きなのかなと私今お話を聞いていてすぐに感じたんですけども、実際それが元気の源になってきたりもするのかななんて思うんですが、ご自身がこの元気とか健康について普段心がけてることって何かございますか？ですね、健康、毎朝ですね、青汁とアミノ酸を飲んでます青汁を、青汁、そうなんですね、健康良さそうだね。確かにすごくいいですね、そうなんですね、やっぱりこうね毎日のサイクルとしてね、出来上がっていくと、体にどんどん取り入れてきますもんね、ではそんな川島さん、今後の夢は何かございますか？夢はやっぱりこう、建築と婚活を通じて、やっぱりこう幸せの輪というか素敵な笑顔の輪をですね、ずっと作り続けていきたいと、そういう環境場をですね、提供し続けていきたいと、それが自分の喜びにもなり自分の幸せにもつながるのかなとっていうふうに感じてますね。いや、いいですね、いいですね、川島さん、告知があるということを伺ってるんですけれども、そうなんです、結婚の学校体験スクール、千葉開催っていうことですね、月に1回ですね、やってます。そして、今ならですね、LINE アットにですね、登録していただくとですね、無料で限定でですね、相談に載ってますので、アットマークはじめるですね、はじめる、
はい、ございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします、はい、はい、では今回のゲストは川砂義久さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。今回の文ちゃんの元気リポートいかがだったでしょうか。実はこの番組1年余り続いてまいりましたが、残念ながら今回が最後の放送となってしまいます。最後に天海俊人さんこと文ちゃんからこの番組をお聞きいただきましたリスナーの皆様に簡単にご挨拶とお礼をお願いいたします。はい、天海俊人です。リスナーの方、市川の方、浦安の方、1年ちょっと、まあ、1年3ヶ月ぐらいですかね、はい、ずっと毎月番組を放送させていただいて、まあ、私自身も、まあ、なるべく皆さん聞いてるリスナーの方にね元気を届けようと思って、企画とか、まあ、あの番組の中で、パワーをマイクから送るように心がけたつもりです、まあ、それが実際ね、どういうふうに受け取っていただいたかは、まあ、いろんな反響もあって、はい、まあ、それがこう私の励みにもなったりとかはしましたし、それと番組をね作っていただいている方スタッフ、あと千秋ちゃんとか、はい、もう本当にいろいろお世話になって、でそれからあの来ていただいたゲストの方々なんかもね、はい、すごく皆さんあのためになるお話とか、まあ、私自身もすごく刺激になった部分もありまして、はい、まあ、私も、まあ、今年も54なんですけども、はい、まあ、今までこういうラジオパーソナリティっていうのは初めてのね経験だったんですよ。で1年ちょっとにわたって、まあ、こう自分の人生の中でも、もうすごく刺激的ないい経験をさせてもらったなとは思ってます。また皆さんとね、まあ、YouTube なんかにも映像なんかはまあ実は配信はしてるので、永遠とね、はい、残るんだよね意外と今ってね。でそういうような、コンテンツで送ってきて、まあ、自分としても、まあ、うまくいったかどうかもわからない自信もね、ないんですけども、まあ、またどこかでね、はい、お会いできる、あ、お耳にかかることを期待して皆さんに感謝申し上げます、はい、私はですね本当にあの1年3ヶ月ぐらいですか、まあ、文ちゃんと初めてお会いさせていただいてから東北コンビということでやらさせていただけたことが、はい、やっぱり自分の出身である東北の方とこう番組を盛り上げていける、はい、そしてたくさんの方に聞いていただけるということで、はい、あのすごく楽しい1年ちょっとだったなというふうに感じました。もう私自身がすごく元気をもらった、はい、そんな番組でした。関係者の皆さんは本当に、あ、リスナーの皆さん、関係者の皆さん本当に文ちゃんも含めまして皆さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは文ちゃんの元気リポートこのあたりで失礼させていただきます。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様のお相手は文ちゃんと佐々木千秋でした。ではまたどこかのタイミングで皆様のお耳にかかりたいと思います。